敗したから。帰ると決心して7時頃なんですよ。私たちが来たもん。あ、何？いや、お疲れでしょうからな。疲れるよ。ちごちゃんは横でいろいろ飲んだもんってくれてるから。さあは、さてらとしたいことあるな。まったくさてらとこよも。さちゅうはくが好きなんだね。いや、急ぐ食べてもないし。これからお手伝いどこにしよう。いや、で起きて頑張って帰ります。いや、別に頑張らなくてもいいし、お疲れでしょうしな。お前、途中行ってなきゃ行って途中に帰るルートだから、どこでも止まれたもんね。
泊まって朝はどっかのスーパーでいちご仕入れて内部に届けるか、いちごだけでいいか、もなかをつけるかどうするか、もなかつけるなら11時に、もなかいらないや、それとも電話して三越やしてやるから何か欲しいものあるか言って朝電話してみる。ちんこちゃんが、なんでちんこちゃんになるんですか。羊羹を買っていかなかったの、羊羹はね、一本派であったから、お母さんあれ場所わかんないのか、何回もこの扉のところでって言ってくれ、言ってなかったけど、またね、新しい一本のもここに置いてあるけどって言ってけど、冷蔵庫見たらわかると思うんだけど、どうなんでしょうね。羊羹はそうそう悪くなりたいかな。ご飯も結構出るんだから、それ食べなくていいと思うんだけどね。食べないと思う。健康だって結構さ、感じは悪いしさ。だからパチンコ屋の名前出なかったですよ。この前初めて小池がパチンコ屋って言っただけで、それまでパチンコ屋の献金がすごかったんですよ。ものすごくもらってるので、パチンコ屋ってパチンコって単語使わなかった、みんなからパチンコ屋はいいのかって言われて、それでしゃあないからパチンコって言って、パチンコ屋の献金がものすごいんだ。パチンコ、それから麻雀って、あと何だっけな、何とかあったな、それ言わなかったんだよ。で居酒屋とか、だからあいつはもう政治家の発言はもう献金によって左右されてるからな。初めてパチンコやって言ったんだけど、でも強制力はないで。協力しない企業はやめてくれって言って、協力しない企業は名前を出す。そうだけだ。
たいですよ、とこさんが。ちいちゃん眠くなったら勝手に寝ます。あ、そうですか。そうです、当然です。さすがですか。誰もですか。いちいち嫌味ですよ、徳さん。この道ホタテ街道って言ったな。だからホタテ道なんだもん。今ホタテ街道って看板があった。そうホタテね、ホタテ。はい、言わせてください。徳ちゃん、以後聞いても一人で行動することですよね。僕ちゃんもどうぞ一人で行動なさってください。そのような、今間違ったことを聞きましてしまいました。じゃあ一人で行動することです。徳さんも一人で好きなところに行っておくんなさい。今度いつ切れるんだっけ。明後日の月曜日だ。今日は土曜日か。そうです、土曜日。何回も言いますが、土曜日です。そうだよな、時間空間超えてるからな。あ、まあだってそうですね、朝から時間空間超えてるんですよ、多分。あ、月曜日写真切れね。なんか問題があるんですか。いや、いいじゃないですか。それ一つの写真もないし、僕ちゃんとの写真も答え方がいいな、これは。僕ち
さん。はい、おやすみなさい。何言ってんねん男。この車は変なもん入ってこない。集中マークが頑張ってくれるの。